高松空港では帰省客らが出迎えた家族らと再会を喜んでいました。遊園地に行く。あ、うどん食べることを楽しみしてます。コロナの間も離れてようやく、戻ってこれるようになったって感じですね。全日空によると U ターンは分散していて、来月2日の午後と3日の午前がほぼ満席、6日の便がすべて満席だということです。